他の皆さん大丈夫でしょうか。途中の分岐点で別れちゃったからね。大丈夫や。あいつらがこんなところでやられるわけがない。とにかく行くで。敵のマイクはこの先に。レイチョ、頼んだよ。たまるかよ。で、マイクはどこに？多分、あの扉の先に。ついに最終決戦というわけか。みんな準備はいい？いつでも OK だよ。ほうほう、謎未覚醒の状態でここまでたどり着くなんて、ほんと奇跡としか言いようがないね。だけど、これ以上先には進めないよ。この僕を倒さないために、マイクに会うことは決してできない。ならば力ずくで。
やめといた方がいいんじゃないかな。今の君たちではこの僕を倒すことなんて絶対にできないから。なんだと？君たちは選択を誤ったんだ。もしも正しい道を歩んでいたら歴史は変わっていたかもしれないけれど。どういうこと？さあ、どういうことだろうね。いずれにせよ、教えても意味がないんじゃないかな。だって君たちの歴史は今ここで終わっちゃうんだからさ。うるせえ。そんなことにはさせないわ。みんなで力を合わせれば頑張れ組に不可能はない。ほなみんな行くで。でもこれ俺の名前じゃないぞ。いいところに気がついたね。それがこのゲームのミソなんだ。みんなのバングルに表示されているのはここにいる誰か他人のノルマ。一番最初にそれを達成した人にだけご褒美が与えられる。例えば A さんのノルマが最初に達成されたらA さんにだけご褒美が。でも自分自身のノルマはわからないでしょ。だからご褒美をもらうためには自分のノルマが書かれたバングルを誰かに見せてもらわなきゃならない。もしくは無理やり奪い取るって手もあるけどね。そのバングルを持っている誰かを殺して。変なテレビ番組。
なのかしら。目覚めたら突然こんなところにいて、わけのわ、ああもう頭がどうにかなっちゃいぞ。ヘイジョ、家から落ち着け。リーダーはこのワイや。ワイの言うことに従っとったらそれでええね。私たちは修学旅行で鎌倉に向かってた。その途中で隕石が落ちてきて、あのバス、隕石が落下した時の衝撃波で吹き飛外れないわ、この腕は。ワイは頑張れ組のリーダーや。どうにかこの状況、隕石の落下、ワールズエンドランド、この海底遊園地のチラシだ。去年オープンする予定だったが、途中で計画が中止に。以来この遊園地は放棄されたと聞いていたが。何者かはわからないけど、僕らはどっかのイカれた連中にさらわれてきたんだと思う。だとしたらそいつらには歯向かわない。おとなしく言うことに従うんだ。マジで何なんだよこの状況。一体どこのどいつが。俺、もしかして霊長、お前が犯人なんじゃねえのか。もうダメだ、終わりだ。僕らきっとどっかの異常者にさらわれてきたんだよ。これから僕らはそいつの餌食になって。ポチー、こんな時までゲームしてるの？うん、こうしてると雑念が消えて。ねえ、みんなの様子、霊的な波動、オーラの色がどよーんと濁って大丈夫かな。霊長、大丈夫？バニラたち、これとにかく早くここから出る方法を探さないと。なあみんな、ここでじっとしていても仕方がない。とにかく地上へ。無駄だよ、地上へは出られない。君たちはこの海底遊園地に閉じ込められたんだ。バスの中で見た、あの映画のピエロだよ。ごめんと、覚えててくれたみたいで嬉しそう。僕の名前はピエロピ。突然だけど、これから君たちにはデスゲームをしてもらいます。デスゲーム？命をかけたゲームのこと。ルールは簡単。詳しくはこのルールブックにまとめたから、みんなで読んでもらえる？君たちの手首にはめられた腕は、バングルにはノルマ、やるべきことが表示されている。ただしこれは自分のノルマではなく他人のノルマ。自分のノルマが表示されたバングルを装着している人物、これを一番最初にノルマを達成した者、一人だけが勝者となる。勝者にはご褒美として魔法の鍵が与えられる。制限時間は1時間。それまでに勝者が現れない。ノルマゲーム？これもあの映画のやつと同じじゃない？うん、君たちの中には物覚えの悪いバカもいるから、そうして丁寧にルール説明を書いてあげたんだよ。どう？わかりやすいでしょ。魔法の鍵っていうのは何なんだ？勝ったやつがもらえるって書いてあるが。鍵穴のついたものなら何でも開けることができる。いわばもちろんそれを使えば地上へと出るための扉も。
に言った通り、君たちはこの海底遊園地に監禁されてる。その鍵を使わない限り、消しただし。鍵を使えるのは一度だけ。だから、間違ってトイレの鍵を開けたりしないよう、くれぐれも注意するように。君たちがまず最初にやるべきことは一つ。実装しないと、絶対にこのゲームには勝てないからね。つまり、どうにかして、自分のノルマが表示されたバングルを。手段は問わない。どんな方法を使うのも自由だ。こっそりとノルマンのバングルを盗み見てもいいし、そいつに取引を持ちかけてもいい。だけど、一番手っ取り早いノルマンの息の根を止めちゃうこと、じゃないかな。さてと、説明はこれぐらいにして、そろそろ始めるとしようか。っていうか、実はもう始まっちゃってたりするんだけど。ほらね、残り時間のうち3分も使っちゃった。というわけで早速。ちょっと待ってよ、勝手に決めないでくれる。ああそうだ、我々はデスゲームなんてするよ。君たちは必ずする。だってこのゲームに負けたら。敗者に罰を与えるために作られたロボット、ドロドロンバッ。そんなね、分かったでしょ。君たちに与えられた道は、このゲームに勝利するか、あるいはドロドロンボット君に処理されるか。やだ、なりたくない、なりたくない。これは冗談ってわけではなさそうね。ああ、やらなければやられちまう。自分の身を守るには先手を打つしか。レイチョ、ここはピエロピの言うことに素直に従った方が。くっ、やむを得んな。みんながそのつもりなら私だって。レイチョ、気持ちはわかるけど、やるしかないみたいだよ。うん、バニラだって本当はこんなことしたくないけど。ああ、いいねいいね、ノリノリになってくれたみたいで実に嬉しいよ。それじゃあ、映画を超えるハイパースプラッターなリアルデスゲーム、ピエロロロン。このノルマを知ってる。そんなもの尋ねたところで無駄だろう。馬鹿正直に名乗り出る者がいるとは思えん。それよりモーちゃんのこと、このままほっといていいのかな。もしもモーちゃんがノルマンのバングルを盗み見てたとしたら。もうやろ。みんな頭悪いよな。このゲーム、情報を制する者が有利だってことな。レイチョ、俺には作戦がある。手を置く、このゲームの勝者は一人だけだが、ピエロピは協力すること自体が禁止とは言ってなかった。俺はお前のことを買ってるんだ。最後の二人になるまで協力して、その後はお前が勝って魔法の鍵を手に入れりゃいい。
なに、俺のことなら心配するな。あの気持ち悪いロボット、ドロドロンボットになんて捕まったりしねえから早くこっちに来いよ。協力する証にバングルを見せ合おうな。来たな。さっき俺はこのゲームは情報を制する者が有利だったが、その情報を手にするのはこの俺だけだ。甘いやつだ。簡単に他人を信用するなんてな。頭の切れるやつだと思ってたから、初めに潰しておこうと考えたんだ。所詮この程度だったか。どうした？あ、信頼の印に。ちょ、頭、やはり面倒なことになる前に潰しておく。おい、もうちゃん、お前ほんまに自分のノルマ知らへんのやな。知らないよ。知ってるわけないだろ。じゃあ、あんたのバングル見せなさいよ。じゃあってなんだよ。全然関係ないじゃないか。ねえ、みんな、聞いて。一つ提案があるんだけど。提案？やっぱりやめない？デスゲームなんて。どうしていきなり？私が科学者の娘だっていうのは知ってるわよね。で、論理的に考えてみて気づいたの。こんな風に争うのは得策じゃ。私たちが疑心暗鬼になるのは互いのノルマがわからないから。だったらいっそのことみんなでバングルを見せ合いっこすればいいじゃない。バングルを見せ…たっつんならわかってくれるわよね。僕？私たち友達でしょ。友達。そうだけど。じゃあまずは私たちから見せ合いましょうよ。でも大丈夫、私も同時に見せるから。それならフェアでしょ、うん、決まりね。せーの。ニョロのバングルに表示されてるの、僕、制限時間6分前まで自分のバングルを誰にも見せないってことは、これでまずは一人ね。まったく、ニョロちゃんってば作詞だな。あのガリベンメガネ、タツン君はこのゲームの負けが確定したんだ。負けが確定した？さっきのタツン君の言葉、タツンのノルマは制限時間6分前まで自分のバングルを誰にも見せない。でもそれをニョロに見せちゃったから。まあそういうこと。ニョロちゃんはそれを知ってたからあんな取引を。じゃあタッツンはあのロボットの中に放り込まれて。もうドロドロのドロドロンかもね。それではめちゃんこ親切な解説は以上ってことで。いえ、ニョロ、一体どうしちゃったんだよ。は？何か文句でも？いつものニョロならあんなこと。だってしょうがないじゃない、今はいつもじゃないんだから。
ニョロ。みんな聞いてくれ。俺のバングルにはレイチョのノルマが表示されてたんだ。レイチョのノルマはな、誰かの背中に。兄貴。みんなの力を借りようと思ってな。それで押し。背中にタッチって。いや、その簡単なノルマは。すぐに達成して、位置抜けされてしまうではないか。ああ。だからここは協力して、みんなで霊長。このゲームに勝てるのは一人だ。レイチョに背中をタッチされたら、私たちはみんな敗者になる。そうしたら、我々はあのロボットの中に放り込ま、そんなの嫌よ！絶対に嫌！ああ。それを阻止するには、レイチョみんな、行くで！観念しろ、レイチョ！逃がすな！うまくいったぜ。せいぜいやり合って頭数を減らしてくれ。待ちなさい、レイチョ！逃げても無駄よ！逃がさへんで、レイチョ！詰めたで。ここまでやな。観念しやれ、委長。くそ、そんなところへ。外側の通路がドーナツ状になってるみたいで。ていうか、この状況でまだゲームとかしちゃってるの？これをしてると落ち着く。これでレイチョ、一つ頼みがあるんだけど、こっちに来てくれない？じゃあお願い。え？やっぱり思った通りだ。背中にタッチする。じゃな、つまりお兄ちゃんは嘘をついてたと。許せない。血のつながった実の兄とはいえ、ううん、実の兄だからこそそんな卑怯な真似をするなんて。でも、もしかしたら兄貴のせいじゃないのかも。兄貴も他のみんなと同じで、いつもの兄貴じゃないみたいだったから。そういえばみんな、なんか様子がおかしかったね。もしかしてあのパッドの中で何か変なこと。
ことをされちゃったとか。変なこと？例えば洗脳みたいなこととか。洗脳か。だけど何のために？そりゃもちろんこのデスゲームに積極的に参加させるために。とにかく少なくともここにいる3人だけは、だとすると僕らがやるべきことは一つしかない。3人で協力してこのデスゲームに勝つんだ。え？そのためにはまずお互いにバングルを見せ合う必要があって。ちょっと待って、それって正気で言ってる？うん。洗脳されてるわけじゃなくて？僕はまともだよ。いいからバニラ、そのバングルを見せてよ。うん、わかったよ。っていうわけないでしょ。さっきタッツンは自分のバングルを見せたせいで。はい、これ。兄貴のノルマ、自分以外の全員を脱落させる？それからこれはタッツンのバングル。さっき落ちてたのを拾ったんだ。どうやら脱落した人のバングルは外れる仕組みになってるみたいで。関西のノルマ、制限時間7分前まで血を流さないね。これで分かったでしょ。バニラがバングルを見せてもタッツンみたいなことにはならないって。だけどまだレイチョのバングルは見せてもらってないし。それ見せるつもりはないっていう。そっか。え、そんなずるいよバニラ。ずるいも何も、勝手にバングルを見せてきたのはそっちの、うん、ごめんね。二人のこと疑ってるってわけじゃないんだけど、どうしてもバニラのバングルを見せるわけにはいかないんだから。バニラ、まいったな。作戦失敗だよ。バニラは洗脳されてる感じじゃなかったからバングルを見せてくれると思ったんだけど。まあ後悔してても仕方がない。今やるべきことは一つ、みんなのノルマ達成を阻止するんだ。レイチョ、こっちに気になるものがあったんだ。いろいろと調べながら進んでみよう。イグジットってことはこれが、やっぱり鍵がないと開かないか。あの鍵穴に、ま、イグジット、やっぱり鍵、あの鍵穴に、この扉は開かないな。この入力装置にパスワードを入れたら開くのかも。困るでしょ。だから私に協力した方が身のため。それとも今度はニョロが立つみたい。わかった。さすがニョロ、賢明ね。あ、レイチョ、どっちもいるわ。男子2人に女子2人じゃ分が悪いわね。レイチョに背中をタッチされたら私たちの負けになるわ。ここは逃げた方が良さそうね。行きましょう。あの二人手を組んだのか。油断ならないな。
鍵穴はないけど、数字の入力装置はついて、パスナンバーか何かを入力すれば。なあ、なるほど。僕たちが眠っていたポットだ。羽橋、ボタンを押すごとに上げたり下げたりできるみたい。話せって言うとるやろ。あともう少しなのに。話レイチョン、あが背中をタッチされる。違うんだよ関西、それは兄貴のデタラ。そんなん信じられるか。いや、今はそれどころじゃ。うえ、僕の邪魔をするやつはこうだぞ。やかましい。どうしたのこの状況。見られたんや。ワイのバングルをモーちゃん、ワイのバングルにはモーちゃんの、そのノルマって隠してもしゃあないか。観覧車の赤いゴンドラに乗って一周する、それがモーちゃんのノルマや。いや、それを防ぐために観覧車の駆動装置を壊そうと。もういい加減話せよ。もちろんだよ。赤いゴンドラが降りてきたらね。このままやとまずい。モーちゃんがゴンドラに乗ってまえ。こうなったら仕方ない。ポチ、レイジョ、俺の代わりに観覧車の駆動装置。そうすりゃノルマが達成不能になってモーちゃんは脱落になるはずや。僕は死にたくないんだ。まだ食べたいもん。頼む。ここに赤いゴンドラ。ここでモーちゃんにクリアされるわけにはいかない。壊そう観覧車の駆動装置を。
道具を壊せば良さそうだな。どうやって壊せば。なぬ！ねえ、どこやった？まさかこっち側からは開けられないみたいだ。間に合ったな。モーちゃんは脱落した。今度は何や。これは ゲームは楽しめてるかな。うまい。あ、せっかく役に立つ情報を提供してあげようと思ったの。そんな怖い顔するんだったら教えてあげな。役に立つ情報やて。だから教えてあげないって言ったでしょ。気が変わったの。もう絶対に確実に口が裂けても言わないから。あのモニターには一定時間ごとに脱落者の顔写真が表示されるなんて。そんなこと。あ、とにかくそういうことだから引き続きエキサイティングな地味がピエロララってことは、チューコとニョロも脱落したんだ。モーちゃんもいなくなったことやし、休戦はここまでやな。ただ2対1じゃ部が悪い。ここは一時撤退や。そういうことか。中古のノルマは制限時間8分前まで園内の設備を守り抜くだったんだ。だけどさっき観覧車の駆動装置を壊しちゃったから。でもだとするとニョロは、まあ、考えてても仕方がないか。さあ行こう。まさか今度はあの二人が手を。それにしても意外だったよ。あのニョロが中古と結託。これは中古が落としていったバングルだ。表示されてる文章。ニョロのノルマ、中古と滑り台を
滑る。ジュークはこのノルマをニョロに見せてこう脅したんだ。私に脱落されたら困るでしょってな。中古が脱落したらニョロは中古と一緒に滑り台を滑れなくなっちゃうから。そう、つまり中古の脱落はそのままニョロの脱落も意味してたってわけだ。で、中古はニョロに協力を迫った。もちろん後から裏切るつもりでな。ニョロとしては中古が裏切るつもりなのは分かっていても、それから二人は一緒に行動してたんだが、さっき中古がニョロのノルマは達成不能に。なるほど、すごいね兄。もしかして兄貴にも。そんなんじゃねえし、仮に霊感があっても。とまあそうだけど、中古に入れ知恵したのは俺なんだ。さすがのニョロも中古が邪魔で早死にしちまったな。くそ、兄貴のやつ。んじゃ、そういうわけでそろそろ例のやつ。うん、そうだね。例のやつってなんだろう。とにかく後を追ってみよう。なあ、ユージ、やっぱり鍵が、あの鍵。ジェヌ、大丈夫？ああ、どうにかな。私としたことが油断した。突然、パイと。それじゃあ、例のやつ。例のやつ？あ、うん。それより、本当に平気？ああ、大したことはない。パイにノルマを。知られてしまった。パイは今どこに？この先だ。でもこの扉は開かなかったはずじゃん。開くためのパスワードは私が手に入れた。ちょうどロックを解除したところで襲われてしまって、この奥にパイのノルマに関するものがあるはずなんだ。そうだな、テオクも一時休戦だ。パイにノルマを達成させてなるものか。よし、僕らも追いかけよう。アスレチック、パイはこの先に。パイのノルマはアスレチックをゴールすることだったんだ。さあ行こう、グズグズしてはいられない。来ないで、私はまだ死にたくないの。はい、待つんだ。話すことなんて何もないよ。あれ、ダメだ、まだ電源が入って。電源ケーブルをたどって、はっ。
急がないと、パイがノルマを達成してしまう。今度のスイッチは上にあるはずだ。上に登れる場所はどこだろう。反対側を探してみよう。止まりだ。ここはゴールじゃないみたい。悪いけどもう諦めてよ。諦める？だってパイ、こうして追い詰められ、それはそっちで。開いとったから入ってみてんけど、まあええ、奥まで。ちっ、余計なやつが来たな。まあいい、この状況を利用して。ジェンヌ、どうして呆れたな。まだわからないのか。騙されたんだよ私。まさかパイと兄貴だけじゃなくジェンヌまで。でもどうして。私のバングルにはパイのノルマが表示されてたんだ。パイのノルマ、制限時間9分前までジェンヌを脱落させない。分かっただろう。パイは私に協力する以外に道はなかったのさ。じゃあさっき僕らに教えたパイのノルマは。すまんな。私は初めからジェンヌと組んでたんだよ。ジェンヌが脱落しちゃったら私もってか。さっきまでのが演技だったの。まあさっきまでっていうか、とにかくそれで兄貴に教えてもらった作戦を。それじゃ例のやつっていうのは。だけどどうして二人は兄貴の。私のノルマは兄貴のバングルに表示されていたの。兄貴はそれで私たちに交渉を持ちかけてきたんだ。私のノルマを教える代わりに三人でバングルを見せ合おうと。そのジェンヌのノルマっていうのは。それはエザボやないか、レイチョ。どうしてここに。どうしてって言われても扉が開いとったさかい、なんとなく。早くどっか行って。は？なんやいきなり。関西まで来たらジェンヌのノルマが。渡りに船とはこのことだ。まさかお前の方からこちらへやって。どういう意味。ジェンヌのノルマはノルマ。レイチョと関西の帽子を手に入れるなんだよ。そうか、パイは途中で裏切る気だったんだ。ジェンヌがレイチョと関西の帽子を手に入れたらノルマが達成されちゃうから。やるんか。喧嘩なら負けへんでと言いたいところやが、さすがにその武器持っとんのは卑怯やろ。このゲームに卑怯もへったくれもありゃしない。さあ、その帽子。ま、関西！逃げてー！
違う。大したことあらへん、こんなかすり傷。いや、そういうことじゃなくて。なんでポチ君が脱落したんだろうって不思議に思ってるんだよね。答えは簡単だよ。ポチ君のノルマはパイと一緒にイルカ自転車に乗るだったんだ。だけど関西君がドロドロンボットのお腹の中に入っちゃったこと、連鎖的にジェンヌちゃんとパイちゃんの脱落も確定することになり、その結果ポチ君のノルマも達成不能ってことになっちゃったわけ。さてと、いよいよこのゲームも佳境に差し掛かってまいりました。果たして魔法の鍵を手に入れるのは誰なのか。次回レイチョシス、乞うご期待。ピエロロロ。使えねえ連中だぜ。関西が引っかき回してる間に不意打ちしようと思ってた、次々と脱落しやがって。まあいい、おかげで俺のノルマも分かったしな。あと残すは、指が入ってる。
り、もしあそこが割れたら、そうなる前にこのデスゲームを終わら。ごちゃごちゃうるせえ奴らがいなくなって、静かになったな。やっぱ生き残ったのはお前だったか。だがな、最後に笑うのはこの俺だ。俺のノルマはもうわかってる。なんてことはない。もう達成ま、あとは目障りのお前を始末すりゃ。何よお兄ちゃんたら、バニラは。レイジョ。それは、チッ、お前も本当のノルマを知っちまったのか。レイチョのノルマは、制限時間10分前までに男子を抱きしめる？くそ、お前の思惑通りになんてさせてたまるかよ。俺は足に自信がある。お前になんか捕まったりしねえ。絶対に。レイチョ、どうしお兄ちゃんをギュッと強く。ありがとう。それじゃあレイチョ頼んだからね。お前の足だ。俺には一生追いつけないぜ。さあ、最後の生き残りをかけて逃げる兄貴、追う霊長。制限時間残り10分を切るまでに兄貴を抱きしめられれば霊長の勝ち。それまで逃げ合わせれば兄貴の勝ち。この勝負を勝ち抜いた方には魔法の鍵が与えられる。鍵穴のついたものならどんなものでも開けることができる不思議な鍵だ。もちろんこの海底遊園地の出口の扉だって開けられちゃう。さあ、かつて地上へと出るのは果たしてどちらなのか。
て、来るな。レイジョ、悔しいが俺の負けだ。乾杯だよ。地上へと続く出口の扉か、それともドロドロンボット君のぷっくりした へえ、そんなに見たいんだ。いいのかな、本当にいいのかな。僕の話ちゃんと聞いてた？レイチョは命の恩人ね。心から礼を言おう。この感謝の気持ちどう伝えたらええかわからへん。今度牛丼100杯おごってあげるよ。レイチョ、マジですまなかったな。言い訳に聞こえるかもしれねえが、俺どうかしちまってたんだ。おかしくなっちゃってたのは兄貴だけじゃないよ。他のみんなも洗脳されちゃってたんだ。そうじゃなければデスゲームなんてするはずがないでしょ。そうだそうだ。でも今の私たちは普通に戻ってるわよ。なんでだろう。やい PLP、 お前なんか知っとるんとちゃうか。知らない知らない。知ってるわけないじゃんか。仮に知ってたとしても、君たちにかけられた洗脳は、命の危険を感じた時に、きれいさっぱりと溶けちゃう仕組みになっていた、なんて言ってるし。なるほど。
そういうことだったのね。くっそ、くっそ、悔しいよ、悔しいよ。なんて、この僕が言うとでも思った？え？すべては僕の計画通り。こうなることは予想してたのさ。どういうことだ？レイチョ君、魔法の鍵を手に入れた君は一人でにもかかわらず、君はみんなと一緒にこの場に残ることを選んだ。ってことはそんなにしたいんだ。わかったよ。それじゃあご要望にお答えして、人類史上最大最悪の絶望的デスゲーム、これより第2ラウンドを始める。はぁ、舐めてんのかてめえ。というわけで早速ですが、第2ラウンドのルール説明を始め、どりゃ大丈夫か？おい、パイ！もう食べられないよ。まったく。どうやら頭を打って気を失ってしまったみたいだな。気を失っても寝言って出るものなの？さあな。とにかく命に別状はなさそうだ。よかった。で、犯人って一体誰なのよ？パイはこの中にいるって言ってたけど。まあ、パイが目覚めるのを待つしかないやろ。今はそれより。まただ、また地震が！ねえ、見てよ、あれ？おい、嘘だろ。亀裂が大きくなってく。あれが割れたら大量の海水が流れ込んできて。どうするんだよ、僕泳げないんだから。泳げようと泳げまいと関係ねえ。あのガラスが割れたら私たち歴史。そんな、レイチョ、何か考えがあるとで。
てるんだよ。ああ、終わった。もっと美味しいものいっぱい食べたかったのに。僕はこのまま海の藻くずと化して、むしろこれは食べないと思う。あの潜水艦に乗れば。乗ってどうするの。あれは飾りを動くわけないじゃない。そんなこと聞いてる場合ではない。今はレイチョを信じるしかないだろう。せやな、みんな走るんや。